はいどうも、それでは風雲幕末伝の続きをプレイしていきます。まあ今のところですね、フリーの任務だけですので、どれをやっていけばいいんだろう。敵を殲滅せよだから、多分ボス格のいない雑魚だけの戦闘、これも多分そうだろうな。どれやってもそんなに変わんない気がするので、よし、この人とやって、槍の技をですね、覚えていこうかなと思います。あ、槍の技。あ、来い。ガードして、攻撃。これの繰り返しで勝てるはず。あ、来い。来ないな。来た。ガードして、攻撃。くらえー、攻撃くらえー、あと2回ぐらいかな。あー来い、来ないのか。来た来た、今だー、これで倒せた。よし、ギリギリ倒せた。よし、勝てましたね。これでなんか技を覚えるのかな、槍用の。お、2つも教えてもらえた。おお、どんな技かちょっと気になりますね。で、イベントの方は特に、起きない。じゃあまたフリー任務ですかね。これも撃退だもんな。どうなんだろうな。うん。なんか結局、あんまり、進まなさそうだから、手合わせでついでに技を覚えながらフリー任務消化してイベント発生を待った方がいいのかな。でいきなり仕掛ける、引き倒して、よし。で出会い頭の、出会い頭っていうか起き上がりの攻撃には注意。まだ、あ、つばぜり合いになった、やばい。ああ、おお、隙だらけだ。おお、さあ来い、今だ。よし、1対1なら中村半次郎にも多分負けないですね。よし、金門の変の時は苦労させやがって、こいつめ、こいつにだいぶ苦労させられましたからね。こいつっていうか、こいつとあと周りにいる雑魚にですけど。よし。あんまり間合いを取ると空振りだから、相手途中で攻撃やめるんだな。なるほど。お？来た。まだ。そろそろ位置に。あ、しまった。危ねえ。ああしまった。危ねえ。くそ。こっちが仕掛けに行ったら、相手がちょうど攻撃のモーション入ってて、相手が攻撃のモーション入ってると仕掛けが不発になるんですよね。くそ。まだ。よし、勝てた。勝てたけど、もらっちゃったせいで攻撃を。体力が、最後まで相手の攻撃ガードする戦法で行けばよかったですね。こっちから仕掛けようと余計なことしたら攻撃もらっちゃった。おお。もうこんだけダメージ受けてると次は休む一択ですね。休むしかない。よし、休養。で、次の、あ、久々。今日にようお戻りやした。久しぶりの露草さん。次の任務っていつ発生するんだろうな。日数経過とかかな。発生条件がちょっと分かんないですけど、沖田さんは病気で倒れた。お仲間のことを何より大事に考えてはります。自分の信じてはるものに対してまっすぐなお人なんですよ。沖田さんが倒れたって話は結構広まってる有名な話なのか。こんなとこでバラしちゃっていいのか、倒幕派の人に。有名
もうみんな知ってる話ならいいんですけど、実は新選組が隠してる話だったらここでバラすのまずくないか。で回復したので次ですね、どれだろう、これかな、これやってみましょうか。犯人連れてくるので、そうだな、まあこの辺の人たちにしときますか。これで3人連れて4人のフルメンバーで挑めるから多分負けないはず。お、なんだ、いきなりボス格登場、こんな任務なのかこれ。2人いきなりいるけど、すぐ近くにいるのか、それとも、ああすぐ近くではないな、門の辺にと思ったら向こうがすごい勢いでこっちに来る、すっげえ勢いで来るぞ。いや、とりあえずまずこいつを片付けて、片付けたらよし、みんなで行くぞ、やったれ、あーと思ったらいきなり、あーすげえ乱戦、もう何がなんだか、ザコも敵が、敵のザコもいるし、すげえ乱戦だ、もう何がなんだかよくわからんだか、とりあえず攻撃だけ、ああ後ろからやられた、もうどうなって、ああくそ、あれもう2人撤退してる、これマジか、中村半次郎が残ってない、もう。おー、でもなんとかクリアできましたね。おお、すっげえ乱戦状態だったな。あーで2人やられたから有効度ががっつり下がった、まあいいか。さてそろそろ何か起きないか、起きない。もうこの2つしかないですもんね。敵殲滅か手合わせ、中村半次郎と手合わせしてやる。攻撃さえもらわなければこの体力でも勝てるはず。ということで行ってみますけど。ああ。まずは、こっちから仕掛けて。で、あ、危ね、危ね。危な。こっちが仕掛けに行くタイミングで敵の攻撃のモーションが。危なかった。ふう。あー来い。とりあえずあんまり後ろに下がって相手の攻撃空振りさせると相手が途中で攻撃やめちゃいますからね。適度な距離保って、攻撃を受けてやると、多分あんまり前出すぎると逆に最初の方の攻撃からずっと連撃食らうとガード崩されそうな気がするんで、これで勝てますね。おう、中村半次郎はもう1対1なら完璧だな。勝てるぞ。で、なんか、新しい技を覚えたな。なんだろう。これが、さっきの中村半次郎が使ってる技ですかね。失礼いたします。そして、イベント発生。桂さんと西郷さんが。わざわざすまないね。坂本殿のことを聞き申した。坂本さんはな、何かお話があると伺いましたが、亡くなりになっちゃったからな。天使様より王政復古の大号令が発表されました。え、幕府から全ての権利を剥奪して新しい政府が作られるんだ。幕府を支持する人間がまだたくさんいるっていうのにですか。ああ、まだ幕府支持してるから揉めること必死なのにそんなことするから、また戦になるのか。倒幕の勅命が下っているんだ。もはや引き返すことはできない。なるほど、勅命か。力を貸していただきたか。主人公、力を貸してくれと。俺にまた戦をしろと。主人公も変わったな。昔はバンバン人斬り、尊王攘夷のためならって感じだったのが、戦を嫌がる人間になりましたね。わかりました。血を流すの。お手伝いいたします。ああ、匿名任務。ああ、ようやく発生しましたね。なるほど。
ああ。これで、匿名任務発生しましたけど、体力がない。あ、まずは回復からですね。おいでやす。ああ。あ、つゆくささんに海援隊の陸奥陽之助班は龍馬が亡くなったからもうお龍さんとも会ってないんですかね。アメリカの人が書いた国と国の間の法律の本だそうです。なるほど、国際的な法律の本ね。陸奥班はエロを大事にしてはるって話です。これ読んで勉強してるんですね。思い出のある本なんかもしれまへんね。思い出のある本、龍馬からもらった。まあいいや、とりあえずこれで最後の戦いなのかな、これが。さて、じゃあ行きましょうか。旧幕府軍撃破、こいつで。そうですね、とりあえず剣術変えとこうかな。行く前に剣術だけちょっと編集してですね。多分雑魚が多そうな気がするので、槍でいいかな。槍っていうか、銃剣術。銃なぁ。なんだろう。どうすれば終わるんだろう。あ、いや。こういう技か。こっちのが隙がない気がするな。これでいいかな。よし、そのままでいいや。じゃあこれで、こいつで、任務ですね。さて、おそらくラストバトル。ぞー、一人か。味方いないんだ。大政奉還により幕府は朝廷に政権を返上したものの、幕府が大政奉還して、薩摩長州の本当の狙いは武力による倒幕だった。ただ、権力は返したけど、まだ幕府残ってると邪魔だから、放火強盗などで江戸の治安を乱す。倒幕するけどひどいな。放火強盗に当たっていた庄内藩などが江戸薩摩藩邸に焼き打ちを行い、幕府内に薩摩討伐の幕府を挑発するために放火強盗ってやることえぐいな。将軍義信もこれを抑えきれず、京に向けて出兵。幕府軍は行く手を阻む新政府軍と衝突し、結局、新選組も幕府軍と新政府軍が戦うことになると、250年の威信をかけた幕府と新しい時代を切り開こうとする討伐軍の雌雄を決する戦いが始まろうとしていた。ああ、それで鳥羽伏見の戦いか。まあ、結局坂本さんがいろいろ頑張ってたけど、坂本さん死んじゃったし、戦いになると、薩摩軍が相対しているでごわす。まあでかい戦いになりますね。結局伏見でも戦いが始まると思われます。はい、鳥羽伏見には新選組がおるようでございます。新選組がいるんで、ラストバトルは新選組か。因縁があるみたいですね。ってことはこれはもう一人の主人公がラスボスかな、最後。行きます。のような気がするな。全然覚えがないですけどね。昔やったはずなんだけどな、全く覚えてないな、本当に。あんまり記憶に残ってないんだ。いきなり長倉新八、いきなり強そうなのが。あれ、これ槍持ってきたの失敗だったか。でも意外とこの槍の技いいぞ。隙が少ないから。お、次は原田さんか。おお、井上さんもいる。とりあえず、こっちからかな、先に。井上さんから先にやるか。いや、でも原田さんのが楽か。後ろから攻撃。ああ、と思ったら、ああ、でも、味方がフォローしてくれる。こいつだけ、雑魚だけ倒せば。島田、後ろから攻撃。これは味方をうまく使えば、ああ、おお、受けられたけど、受けられて危ねえと思ったら、味方がやってくれた。ありがとう。よかった。助かったぜ。新選組として死ねるか。
あ、井上さんがこれで死んじゃった。まあ敵だからしょうがないかな。でも主人公が最後切って倒したってことでいいのかな。井上さん。そしたら、もう一人の砂漠派の方の新選組ルートの主人公が来て、やっぱこいつがラスボスだな。今日こそお前を斬る。井上さんの敵ってわけですね。まだ戦うのか。もう幕府は滅びるんだ。ああ。分かっているならなぜ戦う？なぜ死に急ぐ？私を信じ、共に戦う仲間のためだ。こうはこうで戦う戦う理由があるんで、なくなる。いいや、聞けないと。なくならない。一人でも大使が生き残っているならば、そこに新選組はある。なるほど。一度信じたものを変えはしない。それが武士の生き方だ。もう固くなですけどね。なくなる。いいや、なくなるはずがない。己の信じるもののために戦い続ける限り、私は武士だ。こうも信念がありますね。それはお前も同じはずだ。まあお互い。俺も武士。あれですね、違う信念だけど、まあ譲れないものがある同士、通じるものはあるのかな、これは。そのために戦っているはずだ。さあ、決着をつけよう。これで決着か、最後に。それしかないのか。で、1対1なのか。撃破せよ。まだ撃破せよだから多分とどめは刺さないはず。さて、どうなる？さっきの続きじゃないか。原田さんいるじゃん。とりあえず、じゃあ原田さん邪魔だから先に片付けないと。よし、これで。今だ、後ろから。よし、これで。で、まあ一応味方の幕府軍の兵士がいるんで、こいつらにタゲを向かせて、後ろから攻撃すれば、簡単に勝てるはず。という感じでいきましょうかね。ということで、前ら、タゲを、よし。あ、ダメだ、こっちに。そう、仕方がない、仕掛けるか。よし。よし、倒せた。味方がいるといいですね。これが敵しかいなかったら、多分だいぶ苦戦してましたけど、勝った。ムービーだと刀だけど、槍で倒したけどな。おう。とどめは刺さない。首の負けか。ところに刀を添えただけ。ああ、降伏はしないだろうな。死ぬまで新選組だ。お、刀を回収して、まあ、撤退していくのか。もう会うこともないだろう。ああ、これが最後のこの二人の出会いだったと。もうこれでこの後二人は一生出会うことはないと。そして、どうなるんだ？これは戦いの後ですかね。死ぬまで武士。ああ、これはだから戦場の己の信念のために戦い後だから多分死体がその辺にゴロゴロしてるんでしょうね。最後に貴殿と出会うとは。こいつか。こいつがラストバトル。いただきたい。あ、そうなんだ。京都見回り組のこいつか、ね、ラストバトル。あ、さっきのが最後じゃなかったんだ。戦う必要はありません。無駄な血は流したくないんです。主人公は拒否するけど相手が挑発してきますね。どういう意味です？まさか。やっぱり坂本さん切ったのはこいつだったんだ。切ったのは私だ。やっぱりあの時だから聞かれてたんですよね、きっと。お寮さんとの大宮にいるって話を。なぜ？幕府からの命令だ。ああ、上の命令に従っただけか。見回り組として坂本は切らねばならない相手だ。状況が変わっていたはずだ、うん、私の役目は変わっていない。ああ、
この人たちも加盟は果たす。固くなというか、まあ命令は絶対って感じですね。武士なんですか。いかにも、あいつといい、あなたといい。おお、主人公が怒ってる。そんな世の中は終わるんだ。さっきの砂漠派の主人公といい、こいつといい、なんか武士だって言って、えらく固くなだから主人公が怒ってるな。なるほど、これがラストバトルだったか。そうかそうか、最後に坂本さんの仇を撃つのか。1対1ですね。敵は他にいない、味方もいない。であればまあこいつを片付けるだけか。槍だと不利か。まあいいや、一発もらうまでは槍で行ってみましょうかね。さあ来い。来ないな、来ないな。うん、こっちのがリーチが長いんで、相手が攻撃に出てきたタイミングで逆に攻撃に行ってもなんとかなりそうな気がするんですけど、タイミングミスるとダメだな。まあいいや、槍捨てよ、刀で行くぜ。さあ来い。あ、いかん、これガード崩されるな。この攻撃はガード崩す攻撃だな、敵の。どうしようかな。あー、受けられた、やばい。あ、危ねえ。おー、やっぱ不用意に攻撃するとやられるしな。どうしようこれ。あー、つばぜり合いになったけど負けそう。うおー、あー、やばい、危ねえ。あー、負けたー。ここまで来て負けるとは。え、これどうなんの、最初からか。おー、またあそこの戦いからか。そうか、またこっからか。相手がな、まあ、いいや、ここは飛ばしていきましょうか。相手のあれがガード崩してくる攻撃だから、いつもの戦法が使えないのか。おー、じゃああれ槍のまま戦った方が良かったのかな。槍捨てたのがミスだったかな。まあいいや、よし、もう一回。仕方がない、とにかく、長倉さん倒して、原田さんと井上さんも倒すと。そう、原田さんが来てる。くらえ、くらえ。あ、あー、受けられた、危ね。よし、2人倒した。井上さんを倒すとイベントが起きるのか。あー、受けられた、あー、やられた、体力いきなり削られた。くそ、しまった。不用意に攻撃するんじゃなかった、やっぱり味方をうまく使わないと。今だ、味方戦え。こっちは今だ、後ろから攻撃。よし、で、また次の戦闘は飛ばして、イベント飛ばして次の戦闘ですね。ああ、まずはダークを片付ける。あれで味方、あ、来た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 、新政府軍の味方。こいつらがいないと。ああ、そっちで戦ってる。あ、新政府軍、ゲイ、よし、新政府軍の味方をうまく使って楽に勝たせてもらいましょうかね。ここは、あー、つばぜり合いになってる。押し切った。あー、またつばぜり合い。そう、連打、押し切った。よし、影が、あー、微妙に、まだ倒しきれない。あー、やってくれ味方、ダメか。仕方がない、自力で。よし、倒せましたね。あー、ラストバトル、佐々木さんだ、また。
よし、これはもう飛ばして、で、もう一回これかな、飛ばして、朝木さんか、おお、いつもな、あ、でもいきなり受けられた、まずいな。やっぱり槍のリーチを使って地道に戦うしかないか。これで攻撃終わりの突きを槍のリーチで、叩くと、これしかないな。まだこれだな、前回これすりゃよかった、これしかないな。まだまだ、よし、ああ、この戦法だったか、前回槍を捨てたのが失敗でしたね。よし、勝った、これで終わりかな。佐々木さんもこれで切って、坂本の仇は撃ったけど、ああ、龍馬の仇は撃てたけどな、なんだかな、戦場での死に場所を与えてくれた、戦場で死に場所を得たかったのか、ああ、私は武士として死にたい、ああ、武士として死にたいね、死に急ぐ必要なんてない、主人公からすると理解できないと、これから新しい世の中が来るんです、そこには、ああ、私たち武士の居場所がないから、新しい世界には居場所がないから武士として死にたかったのか、ああ、これで主人公は古い時代と決別して、これで終わるのか、新しい時代にこう生きていくのかな。まだ幕府軍が残っている、戦いが続くのか、ああ、主人公もうたくさんだ、葛藤というか、血を流させるものか、どうするんだ、任務完了、おそらくラストバトルが終わったはず。おほ、5人も敵のボス格を倒したのか、いろいろ技が覚えましたね。槍用の攻撃、とどろき、で、撃破して、うん、アイテムゲットで、偉人録で使えるようになりました。このまま戦いを続けても血は流されるばかりです。エンディングか、聞いてるんですか、勝海舟のところに行ったんですね、主人公。剪定バサミ盆栽渡してどうしろと。今度は将棋やってる西郷さんと、で、これが江戸の武決会場ですかね、多分。もうどんどん話が進んでるんですね、これで。船があって、どうすんだ、主人公乗ってくのか、ほうほう、主人公がこれで、船に乗って、あれですかね、坂本さんとの果たせなかった約束を自分一人でも果たすために世界に向かって旅立っていくと。で、終わりですか、あー、なるほど、結局主人公がいたけど、まあ歴史は特に変わらずに、坂本さんも亡くなるし、まあ史実通りに進んでいくわけですね、話が。鳥羽伏見の戦いも起きたし、江戸も無血開示をしてってことですね。そしてなんかクレジット、これ見ると人物の後に何々藩って出身が当時のあの藩の場所で表示されてますね。これざっくりとしたあの藩なら
あれですけど、わかりますけど、うん、大きい班だったらさっきのとこ、まあざっくりと何県かなとかですけど、小さい班だったらもう具体的に大体どの辺の市に住んでるかまで分かっちゃうな。さっきの何々班出身で、でこっちの方はもう後半は何々班って出ないんですね、出身。クレジットがなんかいろいろ出てますけど、とりあえずこれで倒幕編の方は終わりですかね。あ、また川越藩とか出だした。もう最後の方かな、葬式とかなんて。よし、これでこう倒幕編終わりました。次は砂漠派の方ですかね。なんで新選組ルートをやっていくことになるかと思います。ではまた新選組ルートやってきますんでよろしくお願いします。倒幕編は一旦これで終了ですね。それでは今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ評価等もお願いいたします。